あの。はいどうぞ トラプンジェリーグサッカーチャンネルのつつんですとで今回はアビスパ福岡素晴らしき補強ということでございましてです、ね、中盤の潰しやミッドフィルダー中村俊選手を、えー、湘南ベルマーレの方から獲得しましたねいやーこの中村俊の獲得にしかもこの夏場に成功するというのは非常に大きな大きなアビスパ福岡補強になったんじゃないかなと思いますけれどもね,、まあ、あのね中村俊選手は僕は本当大好きな選手でございます この中盤の潰し屋といいますか掃除屋といいますか今度ボールを奪う能力の高い選手は僕、本当に好きな選手なんでそのサッカー選手としてのタイプで言うと本当に好きなタイプの選手でございましてねまさかねえ今年モンティリオからね湘南に移籍してきたこの選手の獲得に成功したのは非常に大きいんじゃないかと思っておりますのでその話を中心にというかその話ですけれどもねお送りしていこうと思っております。よろしししくお願いいますすととうこはののチャンネルはですねまあアビスパフ高校とか九州のクラブ中心にそしてまあ裏 いつも中心にややってるチャンネルでございます良かったらチャンネル登録よろしくお願いしますということでございましてまあ行きましょうかねえーと湘南ベルまで中村旬選手アビスパ福岡遺跡ということでございましてまさかの発表でございましたでまあ、えー、この選手まあうん知ってる方は多いと思うんですけどもともとこの駒澤大学ですか、ね、大学の方からアマチュア契約でザスパ草津に入団しましたなかなかこのアマチュア契約でまあ J リーグのクラブに所属するっていうのは珍しい話でございましてですねまあ、えー、そ 異色、まあの経歴といってもね、まあえー、差し控えないんじゃないかと、えー、思っておりますけれども、ね、これも中村俊選手の獲得に成功ということでございますね。で、まあえー、中村俊選手、成績でございますけど昨年20年山形で38試合で5ゴールを上げておりますねアシストの数もねこの選手、結構この僕、中盤の潰し合って言ってはいるんですけれども、もパサーとしても非常に能力の高い選手でございますので、本当ね、まあ、潰し合いのイメージは僕の方が僕は強いんですけれども、もしかし、まあえー、データとかいろんなものを見ると、やっぱりパサーとして能力を有効に 優秀だなっいう感じがしますね。で、今シーズンは湘南に加入したんですけど、11試合で1アシストでございましてですね。まあ、ちょっと怪我にも泣かされては似たんですけども、ただね。スタメンで出る機会も多かったですし。まあ、怪我があったことも考えると、ある程度出場機会を得ていたので、まさかちゅう感じでございますね。はいで、じゃあどんな選手かっちうとまあ、ここまで話しては来たんですけど、ほんボールを刈り取る選手。本当とね。中盤の潰しは棒え、中盤の掃除屋というタイプの選手でございまして。僕 は、ね、本当昨日、げた動画、ね、昨日確か僕はですね、えー、今シーズン後半戦です、ね、J1 の後半戦期待すべき選手全クラブ20選手、えー、紹介しまして、まあ、大分に関しましてはちょっと、ね、諸事情によって、まあ、カットしてまた別に出すんですけど、まあ、だから19チームですね、やってそこで湘南の後半戦の注目選手は中村俊選手だって言った翌日にこういうことになっておりますのでおそらくですね、中村俊は移籍した中、う、えー、コメントがいつかつくんじゃないかと思っております。 そういういことでございます僕が、うん、ずっと個人的に注目している選手でございますねで。なかなかボランチを固定できない福岡の救世主になるのかという話でございまして、まあ、前選手、重弘選手が最近組んでいるボランチでございますけれどもこの前選手は固定で、まあ、本当、ね、労働基準法違反になるんじゃないかというぐらい働いてくれてはいるんですけれどもその前選手の相方ですは、ねまあ、最近は重弘選手が務めることが多いんですけれども、まあ、一時期田辺選手が務めたりとかで、まあ、本当、ね、誰がこうねなかなかで、うん、いい選手はいるんですけれども いい選手はいるんだけどもなかなか固定することができない、まあ、昨年は松本選手が、えー、レンタルで加入していたんですけどもそこに、まあ、ここに来て、まあ、中村俊選手中分かりやすい武器を持ったそしてボールを奪えるボールダッシュ能力高い中村俊選手の獲得いうのは、まあ、理にかなっていますし本当バチクソこの戦術に合うんじゃないかと、えー、個人的には思っておりますけどもねで、まあ、これもう一個見ると福岡は A 契約選手が A 契の選手が上限に達しているんじゃないかといううを聞きました。これはちょっと、ねまあ、契約 携帯までさすがに僕も把握していないのでは、まあ、これはわかりませんちょっと確認はできていないんですけどまぁ、あ、一説によるとまあ、これで福岡は a 契約選手が、a、上下に達したんじゃないかという話でございますでで まあそうなると誰か放出をする前提の獲得の可能性ということでございましてまあこれは割とねまあ自分で言うのもあれですけどまあそうなるのかなって感じがしておりますねまあ特にボランチの選手になるのかなって感じでまあ個人的には思っておりますねまあね選手とっても A 契約いっぱいじゃ使えないよとかまあなんだかんだでやっぱりいろんなことを想定して一枠は開けておきたいと思うんですよねまあいろんな事情まあシーズン中何が起きるかわかりませんのでこう契約いっぱいいっぱいにっていうのはなかなかどこの チームも考えられないのかなって思っていますので、まあ、うん、誰か一人はやっぱり放出するのかなって感じがしております。まあそうなると候補として同じボランチの選手でございますね。例えば出場機会に恵まれていないでさらにまあ外国人枠の現在問題もあるまあそういう意味ではカウエ選手の話もまああってもおかしくないのかなって思ってもいますし、まあ、たで最近茂雄選手は出ているのでまあ茂雄前はないのかなとかまあ、うん、そういうことを考えるとまあ、うん、おのずと何人 ポツポツと候補は、うん、出てくるのかなーって感じがまあ してはいるんですけどもねさあどうなんですかね、福岡のまボランチ事情でいうと確かに、ね、いい選手は多い、多いんだけどもなかなかこう固定できない、まあ、これは選手のね個人の能力というよりも長谷部監督のこの、えー、体現してほしいサッカーっていうの選手がなかなかできていないのかもしれないという話でございますしそこはやっぱり長谷部監督は個人の選手がこうレベルが低いとか僕はもちろん言うつもりはないんですけど長谷部監督から見たらちょっとえ満足いく結果が出せていないポジションの1つなのかなって。えーまあ 感じでで思っっててますすけれどもねねさあ誰がって話ですよ、ね、ここだからね、まあ。ある程度ね、放出のめどが立ったからこそ、えーまあ、今回こういう獲得のね、獲得に動いた可能性も、えー、ありますしね、まあ、田辺選手は今調べたんですけれども、田辺選手は今回すでに17試合出ているわけでございますね。田辺選手が17試合、えー、そしてボランチでいうと、重弘選手が15試合、前選手が21試合ということで、まあ、大体この3人で分け,合った分け合っているという感じでございますので、っていうことになって、 やっカウエ選手の可能性が高いのかなって感じが、まあうん、していますけどねでカウエ選手がまあ放出されるとまあ4枚にボランチが4枚になるということで、まあ、ダブルボランチを、えー、採用してる福岡からしたらやっぱり4枚は欲しいよねということでございますね5枚いるとちょっと多いんでやっぱりボランチの放出があ,あるのかなって見ていますけどもねこれはやっぱり、まあうん、長谷部監督のねやっぱり戦術に合、まあ、う選手がいないということなのかなって感じがして、まあ、そこはやっぱり、まあ、来る人がね 誰か来ればやっぱり去る人もいるっていう話でございましてやっぱりどんなにお金持ちのクラブでもそこのポジションで、まあ、多くの選手を抱えてしまうとよろしくないよねしかも、えー、カップ戦ももうないということで、まあ、ここはリーグ戦だけのエアビスパス効果でございますのでここからねまあ選手を多く抱えすぎていてもちゅう話でございますそこのマネジメントも難しくなってくるとそういう意味では、まあ、放出があってもおかしくないというかむしろ放出すべきなのかなって思ってますそこはやっぱ人員整理っていうのは必要でございます にはなってくるんですけどもねまあなんか中村俊選手もある程度多分移籍金結構買ってると思うんですよねやっぱり今年ね湘南に加入してでまだ27歳ということでまぁ、あ、単年契約時はほぼほぼ間違いなくないと思いますまあ2年から3年ぐらいの契約を結んでいる可能性がまあ,あるということでおそらく数千万プラスまあ中村俊選手の年俸も考えるとまぁ、あ、結構のお金が動いた遺跡じゃないかなと思いまっていうことやっぱり考えるとやっぱりアビスパ福岡としても選手を放出してそこの収支のバランスを整える 必要があるっちう話でございます。仮にレンタル移籍でも、そうでね、レンタ,レンタル移籍でも、年俸の負担だけでも、ちゅう、えー、ことになりますので。そこはさ、どうなるかわかりません。移籍金がかかる、えー、誰か放出があるの、移籍がかかる、移籍金が入る移籍が。えー、福岡の選手か、あるのか、それとも、まあ年、年移籍金入んないけども、ちょっと。年俸だけ、ね、相手方お願いします、みたいなレンタル移籍の可能性もいろいろ考えて、まあ。えー、今後動きがあると思いますので、そこはちょっとで、ね、見ていこうと思います。ね、はい。えー、と以上になります。ね、まあ、中村俊選手の獲得、本当に、僕も好きなタイプの選手でございます、ね。ので非常に、今後で、ね、また、アビジスは福岡。 見る理由が増えたのかなって個人的には思っておりますけれどもね。はい。えーと、以上になります。よ上パラブンズ、ゆうサーカーちゃのつッとんでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。さら。